番組は私、田島優が女性の永遠のテーマである美を追求してワンランク上の女性を目指す情報発信番組です。田島優の東京ネクストガール。さあ始まりました、東京ネクストガール、 MC の山本隆です。よろしくお願いします。さあ今回もね、はい、張り切ってまいりたいんですけども、私の紹介、いらないでしょ。いるでしょ。だってもうタイトルが手島優のってなんかいらない。ここ僕唯一名前言えるとこですから。いるでしょうよ。手島優でーす。言わせてくださいよ。お願いします。なんでいいのかなみたいになっちゃうじゃないですか。いやいや、あなたの番組ですか。なんか名前だけ貸したのかなみたいになっちゃうから。いやいや、そんなことないです。ちょっとね。どうしました、新人。僕はちょっと悲しいなと思ったんですけど。何ですか。どうしました。手島20代じゃなかったんですね。あ、その件ですか。いやもうがっつりニュース出てますから。あれ言ってませんでしたっけ。言ってませんよ。あーそいつはしくじったな。どうして2歳サバ読んだんだってなりますよね。すいません。どうしたんですか。じゃあまあそうですね、まあ、2歳ほど、まあ、サバ読ませてもらった。まあ言ってしまえば2個値上がりしたみたいな感じですけど、ね、値上がりした。いい女としてね。いやーでもショックですよ。なんでなんで。あれ大丈夫ですか、ファン減ってませんか。それが、はい、みんなすごいあったかいんですよ。お女の人とかも特に好感持てましたとか、はい、男の人も全然なんかサバ読んで好感持てるんだと僕だってサバ読みますよ。違う、なんて言うんですかね、そのちゃんとこう自ら言ったっていうことに対してなのか分かんないですけど、うん、とりあえずすごい本当ね、なんだろう、あったかすぎて私は本当コメント見るたびに涙の毎日でしたよ。その割にはそんなに目が腫れてます。結構ほら月日が経ってるから。まあでもまだ30言ってもまだやもう若いですから。でも、まあ、女は30からですから、うん、どんどんこれから色っぽくなっていこうと思います。それでさらに美容の番組でしょ。そうなんですよ。だから30でもあ頑張ってる、こんな女の人がいるんだっていうので、みんながこれで元気になってもらえたらなと思うんですよ。そうですよ、はい、まさにそれを証明しがね、これからしていってください。いけー、30でも頑張れる。はい、頑張ります、はい、はい、ということで頑張ります。まず最初のコーナーはこちら。ネクストガールのゆりです。こう見えてダンスが得意なんです。続きましてはネクストヒット。注目のスポットやトレンドを紹介するこのコーナー、ネクストヒット。イエーイ、ネクストヒット。どうもよろしくお願いいたします。お願いします。レポーターの塩見源地です。お願いいたします。お願いいたします。エンタ芸人。いやもう3年ぐらい前のことなんで。いやいやいや、まあ、確かにお笑い番組なくなっては来てますけどね。鬼嫁のネタをやらせてもらって、はい、エンタのネタでブレイクするかなと思ったらブレイクせず、鬼嫁が今鬼に金棒の状態ですから。いやいや、うまいこと言いましたけどもね。これからよろしくお願いします。お願いします。今日は、紹介したいものがありまして、ダイエットや健康にすごく頑張りたいなと思っている方にとっても紹介したい商品なんでしょう。その名も有効線コース。有効線、有効線なんかこう光線立つ。あ、違う。そこ乗らなくていいんだよ別に。有効線コース、それは何ですか。これはですね、うん、野菜、穀物、果物など60種類の濃縮エキスと生きた酵母菌がたっぷり入っている、うん、無添加で健康にもダイエットにも有効的な低カロリー飲料ですね。おー、おー、いいですね。で今回はその有効線コースを開発されました、お、エリカ健康道場の北島明宏社長に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、始まりますね。さあ、始まりましょう。うまいこと、うまいこと入りましたね。いやいやいや、はい、ちなみに手島さん、はい、有効線酵素をこちらの計量カップ1杯取るだけで、はい、どれぐらいの野菜や果物を摂取したことになると思いますか。でもこんなちっちゃい計量カップですからね、うん、はい、倍ぐらいとかじゃないですか、この計量カップ。いや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 、野菜がね、野菜が、こんだけですよ。え、これだけ、え、こんなにこれだけ、これだけってまだ、いや、これ十分なの。これだけすごいのってことですよ。なるほどね。女性は特に元大注目ですから、うん、いや、でも社長、なぜ酵素ドリンクを作ろうと思ったんですか。はい、長年の研究によってですね、酵素が持つ力というのが、はい、体に非常にいいということがですね、分かりまして、
本来の持っている、そうですね、本来の持っている代謝を上げたりですね。なんで知ってるんですか、ね、いやめっちゃ研究しましたから、なるほどね、前々から飲んでますからね、あそうなんだ、はい、ありがとうございます、すごいいいんですよ、よくご存知で、しかもなんとこ、はい、社長リバウンドもしにくいということで、そうですね、人間本来持っているその、うん、酵素、人間の体が作る酵素っていうのが、うん、はい、人っていうのはだんだんこう減ってきてるんですけども、うん、環境とかですね、食べ物の変化で人間の持ってる酵素っていうのはどんどん減ってきてるんですけども、うん、これを飲むことによってそういったものが、うん、増えて、うん、それによって基礎代謝が上がり、自分の体自体が代謝できるようになるんで、リバウンドはしにくくなるんですね、ありがとうございます。また便秘の方々にはですね、大変ご好評をいただいております。あ、はい、便秘がする方多いですからね、うん、ね、うんうん、この有効性酵素なんですけれども、野菜や果物にもこだわりがあるということなんですね。はい、地元の九州産野菜を中心にですね、60種類の、まあ、野菜、果物、穀物、野草、薬草、そういったものを使わせていただいておりまして、全くの無添加でですね、また水やいろんなものでこう薄めたりすることもなくですね、純粋に濃縮の野菜のエキスとなっております。わあ、これはもう育ち盛りのね、お子さんとか、うん、もう健康に気をつけてらっしゃる年配の方とかにもね、うん、本当おすすめのドリンクですね、はい、ということで、はい、お二人には飲んでいただきたいんですが、はい、いいんですか、有効性酵素、はい、2種類味がございます、はい、手島さんの方にはこちらのスタンダードの味、はい、山本さんの方には梅味の方を飲んでいただきたいと思うんですが、はい、北川社長、飲み方はどうすればいいですか。はい、約4倍から6倍ぐらいに薄めていただく感じなんですけども、うん、水とか炭酸水とかですね、うん、そういったもので美味しいと思える濃さに薄めてもらえば大丈夫です。あ、なるほど、はい、まずじゃあ、ね、手島さん、うん、いいですか、ね、こちらスタンダードの味から、はい、よろしくお願いします。いただきます。乳白色みたいなので、いただきます、うん、スタンダード有効性酵素、あ、フルーティー、フルーティー、あ、飲みやすいです ね、 ですね、うん、そうなんですよ、飲みやすい、これ野菜そんなに入ってんのって思うぐらい、すごい飲みやすいですよ、バケツ一杯ですから、すごい、すごいですね。じゃあちょっと、おいしい、山本さんの方も梅味、はい、いただきたいと思います、いきます、すごいおほほ、うまい、これはうまい、これはうまい、こんなドリンク飲めるなんて地球に生まれてよかった、出ました、18番いや、これはいや、いいですよね、これ現役でいただきたいです、僕は、わかる、それぐらい本当に美味しい、いやでも、うん、これはどのようにしてこれ購入すればいいですか。そうですね、知りたい、はい、楽天市場でですね、有効性酵素と検索していただければ、うん、思います。楽天市場、楽天、私もプラス高いんですから、え、そうなの、もうめっちゃ通販しまくってますからもう早速自腹で買います、有効性酵素入れれば、うん、入れれば確実にこれ買いますから、いや、いいもん知った、ただですよ、お値段気になる、そうなんです、私もそこはちょっといつも気になってるんですから、だけど60種類ここパッとこれだけの半縮されてますね、このお値段の方は、はい、この原液 550cc 日本入り、こちらでですね、うん、送料、代金数料込みで、うん、7800円、わー、安い、安いですよ、本当に酵素ドリンクってめちゃめちゃ高いんですよ、だって1万円以上とかしちゃうから、うん、まあ買ってるからね、さすがですね、あらしかもこちらの有効性酵素、うん、なんと楽天市場で9000万アイテム以上ある中から、うん、9月2日、うん、総合ランキング1位になったんです。9000万の中の1位、はい、ありがとうございます、9000万、ある意味ボルト並みだなあれ60億人分のね、1位ですからうわー、これボルトですよ、ありがとうございます、すごいですね、そのアイテムの中からも1位だし、しかもこれだけ濃縮されて7800円っていうのは絶対買いですよね、買いですよ、北島社長、ありがとうございました、ありがとうございました。以上、ネクストヒットでした。お試しください、お試しください、何出してんのよ、光線違うよ